阪神タイガース対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人。まずはタイガースの先発、さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくる。さあそしてバッターボックスには森が入ります。気をつけたいバッターですね。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った、取った、アウト、そのままタッチしてスリーアウト、チェンジ、先制の。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の大和。バントしました、右方向へ転がした、ファーストが抑えた、一塁アウト、送りバント成功、ツーアウトランナー三塁。打順は1番に帰ります、バッター近本。ここはツーアウトにはなりましたがランナーを送ってきました。さあタイガース同点のチャンスを、ストレート打っていった、レフトの深いところ落ちた、サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁到達、タイガース同点1対1。さらにチャンスは続きます。さあタイガース得点圏にランナーを置いています。まあこの場面はまず1点を返しておきたいですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか、バッターボックスには内川が入っています。はい、バッターボックスには代打のグラシアル。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。ここはランナー返せません、ツーアウトになりました。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の中田が入っています。はい、バッターボックスには代打の村上。ツーアウトランナー二塁です。これが1球目、いい当たり、これはセンターに抜けました、バックホームする、セカンドランナーホームイン、1点返しましたタイガース。さあそして打席にはグラシアルが入っています。いいところで回ってきましたね。さあワンアウトになりましたが同点のチャンスです。まあここは逃せない場面でしょうね。なるほど、そうですよね。ここも見送ってよく選びました、フォアボールです。貴重なランナーが出ました、チャンスが広がります。さあそしてバッターボックスには村上が入ります。ここは打順もいいですし、このチャンスをものにしないといけないですね。さあチャンスが続きます。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。ここはゲッツーを取るようなピッチングがある。変化球打った、ファーストが抑えた、二塁アウト、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。まあできればアウトカウント増やしたくなかったですよね。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。あと1本が出ませんでした。タイガース2者残塁です。9回、里崎さん、ついに9回を迎えましたね。まあ今日は全く展開が読めないですからね。まあ最後までどうなるか分かりませんね。はい、今日の試合どんな結末が待っているんでしょうか。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターボックスには代打の宮崎、ワンアウトランナーありません。さあ守護神松井がタイガース打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。まあこういった場面を抑えてのね、クローザーですからね。真ん中打ちました、掴んでツーアウトです。バッターボックスには3番ビシエド、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであとワン。
ーブをうまくさばいて一塁へ。これで3アウト。試合終了になりました。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思います。よく晴れた天気になりました。阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は西俊久さん。まずはタイガースの先発。さあファイターズ打線相手にどんなピッチング。続くバッターは杉谷。打ちました。取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから無失点でこの回を追いたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面でここで申告敬遠を選択。ここはキーポイントになるかもしれませんね。さあこの場面でバッターボックスには4番の桑原が入っています。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういう。打った。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。センターが取りました。ツーアウトです。さあそして打席には堂上が入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあやはり先制されるのは避けたいですからしっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。ライト方向を流しました。中田が掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったファイターズですがそのチャンスを。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは9番の大和。外の球打った。サード取った。一塁送球一塁アウト。これで3アウト。同点のチャンスがあった。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは山。バッターボックスには代打の中村。一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。さあそしてバッターボックスには西川が入ります。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあツーアウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。この回に追いつけないのは痛いですからこのチャンスで同点に持っていきたいですね。ジャストミート。ファーストうまくさばいてそのまま入って一塁アウト。これで3アウト。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか。いやー本当ですね。まあここまで来てしまいましたけれどもまあ最後にね何とかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは DH 内川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。
タイガース同点のランナーが出ています。これが初球、送ってきた、一塁方向、キャッチャーが抑えた、一塁へ、一塁アウト、見事送りバントを決めました。ワンアウト。バッターボックスには代打の原口。タイガース手堅くランナーを送ってきました。西さん、まさに今日のこの試合、この勝負にかかってきますね。そうですね、絶対につなげたい場面ですよね。そうですね、この起用に応えたい。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。ストレート打った、セカンドが抑えた、一塁送球、一塁アウト、しかしこれは進塁打になりました。しっかりランナーを進めましたね。まあ次は勝負強いバッターですから、非常に期待が持てると思いますね。はい、その期待のかかる中村が打席に入っています。変化球打った、おっとこれを掴んだ、一塁アウト、これで3アウト、試合終了です。一打同点のチャンスでしたが、追いつくことはできませんでした。相手ピッチャーの前に手も。よく晴れた天気になりました。阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズの一戦、まずはバッターは3番の渡辺。2球目打ちました。ファーストを取った、一塁送球、ツーアウトになりました。さあそして打席にはマルテが入っています。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですね。打ちました、外、一塁送球します、アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。先制のチャンスがあったファイターズですが、そのチャンスを生かせません。さあここで迎えるバッターは DH 村上。2球目打ちました、大きな打球になった、この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット、1対0、タイガース。さあそしてバッターボックスには佐野が入ります。さあ追加点のチャンスです。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙って送りバントだ、あっとフライになった、ピッチャー取った、三塁フォースアウト、アウト、ゲッツーを取りました。バッターボックス森、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。はい、ここでタイガース代走を送ります。大谷、
打席には1番バッター森。先ほど見極めてフォアボールです。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。ここで突き放しておけば終盤やりやすくなりますからね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。さあそして打席には大和が入っています。さあ追い上げのチャンスを迎えています。勝つためにはこのチャンスをものにしないといけませんね。なるほど、そうですね。バッターボックスには代打の西川。さあ赤星さん、期待のかかる場面となりました。そうですね、まあここで詰めておけると大きいですからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。バントしました、左方向へ転がした、ピッチャーが抑えた、内野安打になった、これで3連打。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。ちゃんとつながったんでここが大事ですね。さあそしてこのチャンスで打席には1番の近本が入っています。ランナースタート、スクイズだ、あっと上げてしまった、掴んでアウト、アウト、ダブルプレイ、スクイズは決まりません。これが4球目、打ちました。ここはフライになっています。福田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。最終回、さあ赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけど、なんとか巻き返してもらいたいです。9回の裏タイガースは代打を送ります。バッターは内川。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。見逃して三振になります。ワンアウトです。2番バッター糸井、今日は盗塁を一つ成功させています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神国吉がタイガース打線の前に立ち、インサイド落ちました、これはどうか、ピッチャーうまくさばいてアウト、2アウト。3番バッター中田、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。まだ1点差、野球は何があるか分かりません。まあ1点差は十分に、いい当たり、渡辺、これで3アウト、試合終了になりました。タイガース痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある、
阪神タイガース対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は富山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、デーゲームナイトゲーム、まずはさあ、そしてバッターボックスにはビシエドが入ります。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、先制のチャンスです。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。3球目打ちました。これはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。センター前へのタイムリーヒット、1-0タイガース。さあ、そして打席には島田が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏には同点のランナー。まあここで追いつかれないようにしないといけませんよね。なるほど、そうですね。このピンチ、空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ここで声をかけました。さあ、ここは決められると思うボール、空振り三振。ここは投げ勝ちました。なんとかここは抑え切りました。同点のチャンスがあったライオンズですが、そのさあ、そしてバッターボックスには荒木が入ります。さあ、追加点の欲しい場面、まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですよね。打ち上げた、高い打球になった。ここは打ち上げています。掴んで3アウト、追加点は奪えませんでした。小宮山さん、サヨナラの可能性もありますが、ここは慎重に行きたいところだと思うんですが、どうですかね。中途半端に行くよりも思い切って攻めた方がいいかなという気がしますけどね。確かにそうかもしれませんね。よく見極めました。フォアボールです。サヨナラのランナーがノーアウトから出ました。さあ、ファーストランナースタート、うちのボール打った、ファールかフェアか、三塁線落ちてフェア、中継にボールが送られる、これでマルチヒット。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧、ライオンズここでピッチャーが変わります。一打サヨナラの場面でマウンドに上がったのは近藤。さあ、タイガース一打サヨナラの絶好の場面です。まあ、高打順で回ってきてますから、ここで決めたいですよね。そうですよね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには村、外のボール打っていった、高い打球、ここはフライになっています。取ってアウト、ワンアウトランナー三塁二塁です。つなげなかったですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには5番のグラシアルが入っています。これは上がりすぎ。さあ、サードランナーはどうする。さあ、サヨナラのランナーがタッチアップ、ホームイン、グラシアルサヨナラの犠牲フライを見事決めました。なんという劇的な幕切れ。タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、やはりサヨナラ勝ちというのは、
今日は晴天に恵まれました。阪神タイガース対阪神タイガースの一戦。まず続くバッターは西川。さあ勝負してくるのか。打ちました。サード取った。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。さあそして打席には青木が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがピンチは続きます。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうです。このピンチ空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、これが6球目。引っ張った。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球するタイガース。さらにピンチになりました。2アウトランナー3塁1塁。ここは慎重にいきたいところですね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますからしっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき岡本が打席に入っています。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。先制のチャンスがあったタイガースですが、バッターボックスは3番ビシエド。ライト方向を流しました。これはファーストライナー。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。走ってきた。打ちました。ヒットエンドラン。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナースタートを切っていましたので悠々と今ホームイン。タイガース1点を先制しました。1対0。タイガースなおもチャンスです。さあタイガース得点圏にランナーを置いています。まあそんなに離されてませんからね。ここで少しでも点差を縮めておきたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バット送ります。セカンドが取る。一塁へ。アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウト三塁二塁です。打順はトップに帰って荒木。フォアボールのランナーをきっちり得点圏に送っています。さあタイガース点差を縮めていく。パス、スクイズしてきた。あーっと掴んでアウト。ダブルプレイ、チェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。タイガースここでピッチャー。さあそしてバッターボックスには太田が入ります。さあ得点圏にランナーを置いています。大事ですね。ここで得点できるかどうかで大きく左右されると思いますからね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。取って2アウトです。投げなかったですね。さあそしてこのチャンスで打席には9番の大和が入っています。初球打ち、右中間に大きな打球、ライトセンター下がっていく。入りました。ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。1点差に詰め寄る一発となりました。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。タイガースが追い上げます。6対5に。タイガース最後の攻撃になります。そしてタイガースが、まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。ライト方向を流しました。これはどうだ。ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番ビシエド。先ほどの打席はライトフライに倒れています。見極めてフォアボールです。さあそして打席には村上が入っています。いいバッターが続きますから。外のボール打った。大きな打球だ。セカンドランナータッチアップ。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスにはグラシアルが。変化球打った。ショート取った。二塁送球。二塁フォースアウト。アウト。
これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。タイガー阪神タイガース対読売ジャイアンツのゲームです。解説まずはタイガー、打順は下位打線に入っていきます。バッターは森、打ちました。高い打球センターへ、大きな当たりも、これは後藤が抑えて3アウトチェンジです。先制の5番、さあタイガース先制のチャンスを迎えています。この辺りで先に点を取っておけると試合展開が優位になりますからね。なるほど、そうですね。まあ彼は左右にホームランが打てるバッターですから、相手バッテリーは三遊間、先制のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース先に点を取りました。1対0、主導権を握ります。さあタイガース同点のランナーを背負った場面です。こういった時は制球が大事になってきますから、しっかりと集中したいですね。なるほど、そうですね。まあただこういったプレッシャーの中、ここはゲッツーを取りたい場面です。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあまだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。うん、そうですよね。さあこの場面で打席には9番の後藤が入っています。低め打った、ショートが抑えた、二塁へ送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレーで3アウト。同点のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。さあタイガース勝ち越しのチャンスを迎えています。ここで勝ち越せば有利な試合運びができますからね。うん、そうですよね。まあ今日彼はバットが触れてますから、この打席も期待できるでしょうね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。送ってきた、三塁方向、ピッチャー取った、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。さあそして打席には大和が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、チャンスが続きます。ここで勝ち越してグッと勝利を引き寄せたいですね。うん、なるほど、そうですよね。ランナースタート、スクイズだ、右方向へ転がした、ファースト取った、一塁アウト、大和きっちりとスクイズを決めました。さあリードしました。さあ最終回、打順は8番木下、今日はまだ当たりがありません。タイガースリードで迎える最終回です。さあこれで決まるのか、
っていきましたが三振、ワンアウトです。バッターボックスには代打の岡田。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。打ちました、大きな打球になった。この当たりはどうか、レフト掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウト。バットに当たりません、三振。試合終了、タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れました。やはりチャンスを取りこぼさないで確実に打ち返したことが勝因だったように思います。勝ったタイガース接阪神タイガース対阪神タイガースの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝え。まずはタイガースの先発、続くバッターは糸原。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。3番
ランナー進めてきましたね。さあこの場面でバッターボックスには3番の丸が入っています。ここで申告。さあそしてバッターボックスには山川が入ります。さあなおもピンチの場面。里崎さん、三振を狙う。このピンチ空振り三振に切って取りました。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。外れた。フォアボールを与えます。まあランナー警戒してやりづらかったと思いますけど、フォアボールはダメですよね。そうですよね。打った。掴んだ。一塁アウトでスリーアウト。そして迎えるバッターは DH 村上。次が3球目。打ちました。高いバウンド、サードゴロ。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンス さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。ここで追加点を取れれば有効ですよね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには大和が入っています。まあここは最悪でも進塁だという。送りバントだ。左方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。一塁アウト。送りバント成功。ワンアウトランナー三塁。打順はトップに帰って荒木。タイガースきっちりランナーを進めています。さあタイガースその点差を広げていこう。ランナースクイズしてきた。三塁方向、サード取った。一塁アウト。荒木見事スクイズを決めた。さらにリードを広げます。9回、里崎さん、非常にいい流れのまま9回を迎えることができたと思うんですが、どうでしょうか。まあ、ここまでは理想的な展開でゲームが進んでますね。そうですね。このまま一気に勝ち切ることができるのか注目です。三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターボックス峰井、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。さあ守護神松井がタイガース打線の前に立ちはだかります。里崎さん、どうでしょうピッチャーの状態は。調子は悪くなさそうなんで。引っ張った。取りました。ツーアウトになりました。バッターボックス広沢、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてし三振です。試合終了。試合を制したのは阪神タイガースです。里崎さん、なんとかリードを守りきりましたね。そうですね、まあこういう調子が今一つの中でも勝利できたのは非常に大きいことだと思いますね。そうですね、本人にとってもチームにとっても非常に大きな勝利です。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。
よく晴れた天気になりました。阪神タイガース対広島東洋カープのゲームです。解説は西井と。まずは続くバッターは阿部。打ちました。これはセンターへ抜ける、ホームに送球。タイガースさらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁、バッターボックス桑原。タイガース連続安打でランナーを、ここは勝負をしません。申告敬遠を選択しました。バッターは一塁へ向かいます。ここは確実にアウトが欲しいですね。さあこの場面で打席には4番のレアードが入っています。中間守備で来ています。空振り三振、ここは投げ勝ちました。最後はストレートで空を切らせました。さあそして打席には西川が入っています。さあワンアウトになりましたが、まだ満塁の局面は続いています。ここは中間守備ですね、まあ、ライト線へ持っていった、切れるか、入りました、ホームラン。西川先制満塁ホームラン。タイガース初回いきなり先制弾を浴びました。タイガース バッターボックスは8番糸井。まあ大量ビハインドですけど、まだ序盤ですからコツコツ返していけばまだまだ分かりませんよ。さあ序盤から離された格好ですが、徐々に返していきたいところ。引っ張った、セカンド取った、一塁送球します。アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。バッターは9番に入っている大和。高めのボール、高い打球ライトへ、タッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン、1点返しました。タイガース犠牲フライを決めてきました。5対1。バッターボックスは9番大和。相手ピッチャーの乱れからチャンスを作っています。相手が制球を乱していますから、こういう時は狙い目ですよ。さあタイガース、その得点差を詰めていこうかというところ、バッターボックスには代打の楊大寛。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。見逃し、このチャンスで手が出ませんでした。三振です。なおも2アウト2塁1塁、チャンスが続きます。初球打ち高く上がった、これはどうか、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、1点返しました。タイガース、センターオーバーのタイムリーヒット、5対2になりました。タイガース、カープここでピッチ。さあそしてバッターボックスには村上が入ります。さあここは追い上げておきたい場面、ここでどこまで差を詰めていけるかでしょうね。なるほど、そうですね。打ちました、高く上がりました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。さあそして打席にはグラシアルが入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。もうこういったチャンスで返しておかないと苦しくなる展開ですから、この打席はしっかりランナーを返したいですよ。なるほど、そうですよね。さあ2球目は何か。2球目打ちました、左中間に大きな打球、レフトセンターバックする、バックする、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。低めでしたが見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。タイガースが追い上げます。7対6になりました。鮮やかな最終回タイガースの攻撃。そしてさあ赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけど、なんとか巻き返してもらいたいですね。そうですね、なんとか反撃したいところ。さあ6球目は何か。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックスは2番近本。先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神東浜がタイガー
見逃し三振。ツーアウトになっています。バッターは3番ビシエド。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。あと1点が届くかどうか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには指名打者の村上。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあここでタイガー、バッターは DH 村上。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ストレート打った。ボテボテ抑えた。1塁アウト。これで3アウト。試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。タイガース痛い敗戦となってしまいました。阪神タイガース対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝え。まずはここで打順は4番に回ってきました。このピンチ見事三振を奪いました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。さあこの場面でルーキーの近本。バントしました。キャッチャー取った。一塁へ。これは際どかったが一塁アウト。見事送りバントを決めました。ワンアウト。ここは少なくとも走ってきた。スクイズだ。一塁方向。ファーストが抑えた。一塁アウト。ビシエド見事スクイズを決めました。試合は振り出しに戻りました。最終回タイガースの攻撃です。西さん、こういった展開ですと先頭バッタープレッシャーがかかるんじゃないですか。そうなんですけどもね、まあそうは言ってられないですから、とにかく塁に出なきゃいけないですよね。そうですよね。出塁なるかこの回です。これはバットです。三振です。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の村上。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナー外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。走ってきた。2球目打ちました。この打球はフライになっています。ピッチャーが構えます。馬場が掴んでツーアウト。バッターは6番吉田。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。三振。試合終了。